岡ソフトバンクホークス対北海道日本ハムファイターズのゲームを。そして打席にはバレーロが入っています。さあ一打同点のチャンス、まあ、序盤に追いついてくれるとピッチャーは気持ちが楽になりますからね。なるほど、そうですよね。レフトに持っていった、レフトライナー掴んでアウト、ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックス中村。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。切れていきます、ファウル。2球目打ちました、取ってツーアウトです。ツーアウトランナー、打順は1番に帰ります。バッター西川、今日は盗塁が1つあります。ヒットでランナーを1塁に置いています。切れてますね、あっという間に2ストライクです。膝元をつきましたが外れました。引っ張った、ファーストを取った、2塁アウト、これで3アウト、試合終了になります。試合を制したのはソフトバンクホークスです。